パーストリングス神戸コントラバスの井垣新人です。よろしくお願いいたします。お願いします。今一番行きたいところは沖縄です。1日24時間何をしており許されるならば何をしますか？1日中ゲームしたいです。尊敬する人は？モーツァルトです。猫派ですか犬派ですか？猫派です。楽器を弾いていなかったら何をしてましたか？宇宙飛行士になりたかったです。最後の晩餐には何を食べますか？中華そばです。選べるなら過去か未来かどちらに行きたいですか？過去に行きたいです。キッズを卒業し SSK に入ることになった時の気持ちは？ドキドキしました。今自分がしている楽器でなければ何の楽器を演奏していましたか？ファゴットが吹きたいです。あなたにとって音楽とは？最も豊かな暇つぶしです。ありがとうございました。ありがとうございました。